ドイツの踊り子、オルガデスモンドの活人が、20世紀初頭活人がとは、適切な衣装を身につけた役者や芸術家の集団が注意深くポーズをとって絵画のような情景を作ること。しばしば演劇的な照明を伴う。展示している間は演者は喋ったり動いたりしない。したがって、この手法は絵画や写真といった芸術手法と結合し、 現代の写真家を引き付けたタブロービバンとも活人画が最も人気を呼んだのは19世紀のヌードの活人画であったその起源はゴールデンマスのような中世の天礼劇とされているそのような天礼劇は王室の結婚式、戴冠式、都市への勝利の入場などの祝い事で行われた現代の銅像や石像を真似るストリートパフォーマンスにも似ているが 他人数で行われ、行列に沿って成功な移動式舞台に乗っていた。ラジオ、映画、テレビができる前、活人画は、娯楽形態の一つであった。印刷における色の再現が可能となる以前、活人画は、舞台上で絵画を再現するのにも使われた。素人が、個人的に行うこともあったが、プロが一連の活人画を、舞台上で演じることもあった。この場合、 演劇に付き物の,の様々な細かいことを排除してストーリーだけを伝えるという効果があった。このような形式になれることで後のビクトリア朝時代やエドワード七世時代の幻冬期の章やコミックストリップが理解される下地となった。イギリスでの舞台検閲は舞台上で女優が裸になって動くことを厳しく禁じていた。このため活人画はそのような場面を示すのにも使われた。 19世紀、そのような舞台として、ロンドンのザ・ホール・オブ・ローマのような場所で、ニーフス・スウェーシングやダイアナ・ザ・ハントレスといった演目が見られた。20世紀になると、ロンドンのウィンドミル劇場では、官能的娯楽として、活人画が演じられた。移動工業も行われていた。この種のショーは1970年代にはほぼ見られなくなった。D.O. ヒルによる写真活人画の手法は、 初期の芸術写真の手法として使われた。例えば、1840年代のデビッド・オクテイビアス、ヒルやロバート・アダムソンの作品である。他にも、オスカー・グスト・ベリッジ・ランダーのツ w a y イ s o f l i f e チャールズ・ラトー・イッチ・ドジソンの主審、アレクサンド・ラ・キチンのストリート、ジョージ・アンド・ザ・ドラゴンといった作品がある。近年では、ジャスティン・カーランド、ロジャー・バラン、ヤンサ・サウドック、サンディ・スカゲ・ランド、 グレゴリー・クルードソン、ベルナール・ホコンといった芸術写真家や芸術家が活人画の手法を使っている。なお、初期の写真撮影には露光のための時間がかかり、その間ポーズを維持する必要があったという点も関係していると思われる。1947年にテート座で名画アルバムの名で活人画が披露された。企画した東京宝塚劇場の社長、畑豊吉は、 三菱商事の商社マンとしてドイツに赴任中だった1920年代にベルリンで活人が生きた大理石像を見たことがあり、それを参考に名画になぞらえて額縁の中でハンラの女性にポーズを取らせた。日本初のヌードショー、ストリップと言われ、通称額縁ショーと呼ばれた。名画は国内外から選ばれ、岡田サブロス家の海ベラフが最も成功した。 演出には、東郷誠二も協力した。ヌードを見せる時間は長くても30秒程度だったが、定員の5倍余りの2000人が毎回詰めかける、盛況となった。ありがとうございます。